よかった。うくんの家は無事だった。奥さんを引き止めるためにこんなことを送ったけど、本当は何も思いついてない。それにしてもマンションの管理会社、腹立つな。女に対してだけ横変になる男、私も出くわしたことがある。女だって、男の前で態度変えるやついるじゃん。 っていう人がいるけど、全然違う。男の前だけで可愛くなる女がいたって、そのせいで男は損なんてしない。でも女はものすごく損をする。本当に、どんな時も損をするのは女ばっかり。今日発覚した人気俳優の不倫報道だってそうだ。圧倒的に女優が損してる。 彼女は誰も裏切ってない。ただ恋をしただけなのに。ばずれだの、ビッチだの袋叩きにされ、奥さんへの当てつけで SNS に匂わせ投稿したとまで言われている。バカバカしい。将来有望な女の子がわざわざ自分が損をするとわかっているところに飛び込んでいくはずないじゃない。百歩譲ってもしもあの子から誘ったとしても、 だから何だって言うの男の方が断ればいいだけの話じゃない。きっとこういうことだ。大スターの先輩俳優に憧れている彼女の好意を利用して、俳優が彼女を誘ったのだ。彼女は嬉しくて有頂天になっただろうけど、奥さんが、躊躇したはず。妻とはもう終わってる。家庭内別居だ。 離婚するつもりだ。彼女から後ろめたさを失わせ、燃え上がって、愛し合って。この愛は本物。そう彼女が考え始めたところで。割り切った付き合いを続けていこうね。大人なんだから。<laughs> だからあの子はショックのあまり。 SNS にバレるようなことをわざと書いたのだろう。彼女が俳優の家族の苦しみの責任まで背負わされるなんて不公平だ。俳優の方は家族を裏切ったことは非難されてるけど、弱い立場の新人女優をたぶらかしたことは全く咎められてない。あんまりだ。 マンションの管理会社、どうしよう。強気の男をぶつければいいよね。尻尾を丸めてペコペコするはず。その役を頼むとしたら、あいつしかいない。事情を詮索しないで、私の頼みを聞いてくれる男。